どうも皆様こんにちは、母から子に伝える料理ではなく娘から母に伝える料理、ずっとやってきましたけれども、ちょっとお気づきの方もいらっしゃると思いますけれども、娘がですね本業が忙しくて娘の登場はなしでございます。どうもすいません。というわけでですね、私一人でやる私のチャレンジクッキング、まあなんていうのかな、初めてのお使いをね見るような感じで見ていただければと思っております。まあ今日はですね、娘はですね出てこないんですけれども、娘が作ってくれたやつでちょっと美味しいクッキーがありましたので、ちょっと今日はそれに挑戦ということで、とりあえずですね、娘からいろいろとですねレシピとかちょっと送ってもらって、それを今日はですねやりたいと思います。オレオが砕いたやつ、オレオの砕いたやつが入っているちょっとこう柔らかめのクッキーとですね、言ってみればですねカントリーマームにオレオの砕いたのを入れて焼いてみたみたいな感じで、すごい美味しかったんで、で、ちょっとですね、レシピを聞いたらですね、あらやだ、簡単じゃね?みたいな感じで、もしかしたらこれだって私も作れちゃう?みたいな感じのね、簡単さ。ぜひちょっと今日はですね、それに挑戦したいと思います。クッキーをですね一から作るっていうのはもう今日が実は人生初めてでございます。ステップ1、ですねこのオレオですね、オレオを砕くところからちょっとやってみたいと思います。ちょっとね犬がうるさくてねすいませんね。ですね、オレオをですね、ジップロックの方に、このですね、ジップロックのバッグの方に入れて砕いていきたいと思います。一応、オレオはですね、レシピを見ると、オレオは15個ってなってたんですけども、11?11 ってことある?こういうの。なんかすごい半端じゃね?まあ、とにかく、とりあえず、ちょっと15個よりちょっと少ないんですけども。とりあえずですね、レシピの方では、15個っていうことになっております。ちょっととりあえずですね、バッと、オレオを入れていって。ちょっとすいませんね、犬がうるさくてね。なんか今ちょっとね、家の前をですね、誰か、通っている、他の犬が通っていると、あんな感じになっちゃうんですよ。すいませんね、ちょっとうるさくて。はい、こんな感じでちょっとね、ジップロックにオレオを入れてみました。で、それでちょっとね、これでちょっと砕いていきたいと思います。あ、ちょっとなんかね、また、一人でね、ちょっとスマホでやってるんですけど、ちょっとまた手元がなんていう方がね、ちょっといらっしゃるので、ちょっと手元を映すように。よし。はい、それではちょっと砕いていきたいと思います。よし。あ、これ砕くのもね、結構。なんか均等にね砕けないもんですね。ちょっとこうやって、ちょっとあんまり砕きすぎちゃってもねダメだし、あ、いい感じで砕かってきたかな。あ、砕かってる砕かってる。あ、こんな感じかな。あれ、なんかちょっとこんな感じですかね。あ、こんな感じかしら。はい、あ、こんな感じで、もう砕かったと思います。なんかこれ結構楽しい作業、これ結構ね、楽しい作業ですね。なんか日頃のね、なんか恨みつらみなんかをね、ちょっとね、あーなんてこうやったらいいんじゃないでしょうか。あー、なんかちょっと、あれ?なんかちょっと砕かりすぎちゃったかな。なんかちょっと
ょっとなんか泥状態になりましたけど、これでいいの？なんか不安。やだ、なんかちょっとこれでよかったのかな。なんかちょっと不安。まあいいや、とりあえず。とりあえず、これで、オレオ、くだかりました。ステップ2なんですけども、ご覧ください。実はですね、うちにもこんなものがあるんですよ。でもですね、あれ？ちょっと気がついた方もいらっしゃると思いますけれども、あれ？このガムテープは何？そうなんです。これ、壊れてます。それでですね、もうちょっと、これもうね、もうかれこれ10年以上ですかね。ちょっとね、使ってて、さすがにちょっと最近ですね、ここの後ろの部分がバコッとか取れちゃいまして。ちょっとですね、このですね、応急処置で、とりあえずこのガムテープでね、急いでつけて、ちょっとしばらく使ってたんですけども、結局のところ、今はうんともすんとも言わなくなった。全然動かなくなりました。それでですね、とりあえず、こういうのもうちにあったっていうことだけお見せして、これは使わず、ここだけ、このですね、ボールだけ使って、あとは手でやっていきたいと思います。さあ、それではですね、いよいよ、生地の方を作っていきたいと思います。ですね、まずはですね、ハーフカップ、2分の1カップのバター、それからですね、こちらのクリームチーズ、クリームチーズ使うんですね。クリームチーズ、これがですね、8オンス、グラムで言いますと、227グラムの、クリームチーズ。これですね、一応ちょっと常温にするためにですね、ちょっとしばらく、冷蔵庫の外に出しといていただいて、私ちょっとですね、これちょっと手でやんなきゃいけないなと思ったんで、ちょっとですね、長く出しすぎちゃって、一晩出しちゃったんですけども、冷蔵庫の外にですね、一晩出しちゃったんですけども、あ、すごい滑らかですね。まあちょっとですね、サンフランシスコちょっとね、涼しいんでそういうのもね、大丈夫ですけども、日本の場合だとね、ちょっと傷んでしまうので、気をつけてくださいね。それではですね、ちょっとこの、クリームチーズとバターの方をですね、混ぜていきたいと思います。あれ？クリームチーズ、さすがに一晩出して、さすがにサンフランシスコでもダメだったかな。まあ多分大丈夫ですね。まあ、クリームチーズってこんな感じじゃない？もともと。こんなのがですね、横にありますけれども、手で混ぜていきたいと思います。壊れています。さあ、これですね、このクリームチーズとですね、クリームチーズとバター、こんな感じですね。これはですね、あ、さすがもう、一晩出してただけあってですね、ものすごい滑らかです。よかった、よかった、もう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。になったところに、砂糖とバニラを入れていきたいと思います。お砂糖ですね。お砂糖です。じゃん。お砂糖はですね、4分の3カップですね。4分の3カップのお砂糖と、バニラですね。バニラエッセンスをちょっと入れていきたいと思うんですけど。ちょっとね、私のですね、横に、この、私のレシピをね、手書きで写しておいたやつがあるんですけども、もう、自分でですね、なんか、最近ちょっと字とか本当になんかだんだん書けなくなってきてて、自分で本当に誤字脱字が多いんで驚いちゃいます。これがですね、4分の1カップだから、4分の3カップってことはこれ3杯入れます。結構な砂糖の量ですけども。ですね、それで、はい、4分の3カップ。もうちょっと、誤字脱字がね、
誤字脱字が本当にこのねこのメモの方にですね誤字脱字が本当に多くって自分でもちょっとびっくりしちゃいました。もうバニラのことバナナって書いてあってちょっと驚きましたけど、え、そしてですねバニラの方はですね2分の1テーブルスプーンテーブルスプーンえテーブルスプーンあ違うティースプーンだですね小さじ。バニラの方がバニラです。バニラの方がですね、小さじ2杯ですね。じゃあ小さじ2杯入れていきたいと思います。これね、お菓子は普段ですね、ちょっとご飯とかね、まあ作ってるんですけど、ご飯作るときは全然ですね、分量を測らない派なんですけども、お菓子はね、これ分量を測らないとね。ダメだからね、これちょっと。ああ、もうさすがに。これ手でやるってほんと大変だわ、これ。こちら、小麦粉入れていきたいと思います。もうほんとですね、さっきのね、このですね、この、言いましたけど、このメモね、ちょっと小麦粉って書こうとしてね、麦が書けなくなっちゃって、毒って書いちゃって。自分でもびっくりしました。孤独ってなっちゃってね。驚いちゃったもん。ほんとね、漢字とかすごい勢いでね、忘れちゃいますよね。さあ、それではですね、ここで、すごい穴開いちゃった。小麦粉ですね。小麦粉はですね、1カップです。1カップの小麦粉でございます。はい、これで1カップ。これちょっとうちのね、かわいい、ちょっとこの、ハートのメジャーカップ。よいしょと。これはですね、いっぺんに全部入れちゃわずに、ちょっとずつ入れるって書いてあるんで、ちょっとずつにしたいと思います。そしてここでちょっとそのさっきのワンポイントレッスンですけども、ここの小麦粉の入れる段階では、割とこう、ざっくり混ぜて、よく混ぜすぎない。というのが、ちょっと娘からのワンポイントレッスンでした。ちょっと、でもそのざっくり加減がね。さっきの、砕いたオレオ。ちょっとですね、なんだろう、ちょっとね、泥感がありますけども。まあ、いいんじゃないでしょうか。ちょっと、砕きすぎちゃったのかな？ちょっとね。調子こいてね。まあ、ちょっとこれはですね、ちょっと入れていきたいと思います。あ、これ入れると結構ね、滑らかになるかもね。ちょっとボロボロしてるけど。よいしょ。入れちゃおう。オレオね、美味しいですよね。ですね、今ちゃちゃーん、こんな感じになってます。ちょっとですね、下の方がですね、小麦粉がですねちょっと溜まってるとこもあったんですけども、まあこんな感じで多分こんな、あ、いいんじゃない。はい、ちゃちゃちゃーん、こんな感じでーす。はい、それでですね、実はこれで出来上がりなんですよ。簡単じゃない？成功じゃない？それでですね、ここまでできましたら、これで、上にですね、ちょっとラップをかけて、冷蔵庫で1時間、この生地を寝かせてください。それではちょっとですね、1時間お休みしたいと思います。私もちょっとお休みしたいと思います。
それではですね、これ、10分間、あ、ちょっと1時間、間違えちゃった。1時間ですね、これ、冷蔵庫でちょっとね、冷やしといたやつですけども、で、これをですね、こんな感じですね。あ、いいんじゃないの？ね、なんか、これをですね、ここに、丸くして、クッキーの形にして並べていくわけなんですけども、1個ずつがですね、大さじ2杯分っていう感じで、これはですね、さすがにちょっと、ちょっと一応ですね、スプーンで、ちょっと測りつつやっていきたいと思います。あ、なんか結構、あ、固くなってんじゃん。大さじ2杯。こんな感じかな。まあ、じゃあこれをですね、あ、こんな感じですね。これをどんどんと、置いていけばいいんだと思います。ね、こんな感じね。割とね、こう、ちゃんとね、ちゃんとした形になってなくても。あ、これ大さじ、ちょっと多かったかな。まあ、あとはもうね、ちょっとこれはね、雰囲気でやっていったらいいんじゃないでしょうかね。急にちょっとね、小麦粉が出てますけど、まあこういうのはね、ちょっとどんどん中に押し込めちゃえばいいんじゃないかなっていう。ちょっとね、小麦粉がちょっとまだ見えてますけどね。まあこういうのはね、中にちょっと押し込めてって、どんどんとね、やっていきたいと思います。あ、これで最後かな。はい。あ、ちょっとここら辺のね、底の方がね、ちょっと結構ね、ちょっと小麦粉がね、すごい見えてるんですけど、これも焼いちゃえばね、多分ね、見えなくなると思うんで。はい、こんな感じで。はい、こんな感じでですね、これがですね、2つ。このね、クッキングペーパーをね、敷いてくださいね。今頃言ってますけども。で、これはですね、ちょうどですね、12個できました。それで、これをですね、アメリカだと350なんですけども、日本のオーブンだと、180度。で、これでですね、10分焼いていきます。どうなるかな、初めてのクッキー。はい、これで、180度で、アメリカのオーブンだと350、そして日本のオーブンだと180度で、10分焼いていきます。はい、というわけでクッキーの方ができました。10分、焼いた後、3分ぐらいはちょっとですね、熱を冷ましてください。3分ぐらいはちょっとこのまま置いて、なかなかいい感じですね。ちょっとね、58歳初めてのクッキーどんな感じでしょうか。それではちょっと食べてみたいと思います。あ、これね、ほら、こうすごい柔らかいんですよね、とっても。じゃあちょっとね、食べてみたいと思います。こんな感じでね、ちょっと見た目はね、なんかこうちょっとこうね、灰色的な感じなんですけども、ではちょっとね、前ちょっと真珠の食べた時にすごい美味しかったんで、いただきます。おお、うまい。このこれすごい柔らかくて
ね。ちょっと酸っぱい感じはね。おいしい。すんごいおいしい。あ、泥みたいだったオレオがすごいおいしい。あ、なんかおいしい。よかった。成功した。それじゃあ皆さんも。このクッキー作ってみてくださいね。だって58歳初めてのクッキーでもこんなに美味しく作れたので皆さんも簡単にできると思います。それではまた。